吉田さん、動画をお送りしたはずだったんですけどもなんか消滅しましたねこれナチスの陰謀ですかねというのに気づきましたんでまあ改めて動画を撮ってみます前回お話した内容はもうすでに忘れましたまあでもねこんなことを言ったような気がするんですよあの人生ってのはその家つき飯つきじゃないよとあの自分が食べようとしたご飯っていうのは自分がもぎ取ってくる自分によってもたらされたものであるしかなくって 余力がある人は他者を養っていくってことも求められますけどもでも基本的には今日のビジネス今日の収入っていうのは自分で構築するしかないんだろうなと思うんですよ。そうは言ってもですね1年間なんとかやってこれたのは多くの人は給料をもらえていたからなんじゃないかなと思うんですよ給料ね、うん。でも人っていうのは人生を振り返った時にどんなことを自分はしましたかっていう時におそらくね こんな仕事をやってきましたって答えるはずなんですよいや確かにその仕事が自分の求めているものならいいんですけども収入源の一つとして仕方なくその仕事を選んだっていうのが本当の方じゃないかなと思うんですよね生きていかなくちゃ仕方がないから収入がないと困るからだから募集してあった就職案内見てそこに頼んで入れてもらってで入っていろいろ働く中で不満を見つけちゃ不満を垂れ流すと そしてこのままじゃいけないと思って自分のビジネスを始めるけども忙しくて最近自分のビジネスができませんっていうね自分の人生は自分のビジネスによってやっぱり打ち立てていかないといけないのに誰かの仕事を手伝うことによってねなんかその時間の切り売りとしての給料がもらえるっていう形に甘んじていってしまうとまさに人生はすぐ終わってしまうと思うんですよ。あの本当にね自分のややりたたいいここととをっっていこうと思ったら それこそ我が人生と引き換えにするぐらい自分の、うん、人生を求めていかないといけないっていうねよくわかんない表現になりますけどね何度も言いますけども全てをかけるる価値が自分の人生にあると思うんですよ、うん、でもこのままだと誰かが作り上げた仕事というかね誰かが自分の人生をもっと豊かにしようと思う その養分にななってしまうだけなんですよねひどい言い方すると。人の仕事を一生懸命手伝ってそこで10年20年勤め上げたからといってあまりにもねそれに報いる報酬ってのは割に合わないと私は思うんですよね。少なくとも自分のビジネスに挑戦して自分の人生に挑戦して全てを投げ打って自分のために生きてみるそれが無理だと思ったら、まあ、従来のよくあるね誰かの仕事を手伝って まあ毎月20万30万もらうその中で自分の行動範囲を広げていくっていうのでもありえると思うんですけども悔しいのはね挑戦しないまま終わるってことなのかなと思うんですよ。うんまあ、最後にねちょっとまとめるとすると虚しいのは燃え尽きることではないとただくすぶっているだけという方の方が もっと、ね、悲しいことなんじゃないかなと思いましたけどねどうでしょうかね。じゃあいってらっしゃい。